4月12日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、133円の4030押し目の買いから133円の丸5にストップを置いて133円の7585での利食いを、ユーロドルは 1.09 の10ちょうどで買いから 1.0880 でストップ、 1.09 の3545利食い、ユーロ円は145円の6555買いから145円の35でストップ、146円の2535利食い、ポンド円165円の8575買いから165円の55ストップ、166円の3545利食い、タイドルは 1.242010 買い、 1.2395 ストップ、 1.24 の4555利食い、オージー円は88の7060買い、88の50ストップ、89の2030利食い、タイドル 0.664535 買い、 0.6620 ストップ、 0.66 の8595利食い、ニュージー円は82円の6050買い、82円の20でストップ、83の1020利食い、タイドルは 0.622030、 これは売りから 0.617060 買い戻し、ストップは 0.62 の55に置きたいと思います。ドル円の方が、昨日のアジアの133の69から、ちょうど8時ぐらいに132円の97まで落ちて、それがもう一回ニューヨークで133円の81まで買われるという展開でございまして、まあ大きな行ってこいをやったわけですが、下サイドやはりまだ硬いと言いますか、買い足りてない人たちが結構いるんだなというふうに思いました。昨日の夜もやっぱりスキャルでピップス取れてたやつっていうのはやっぱり買いで回した時、売りで回した時はやっぱり利食いもすごく値幅も狭いし、損切りになってるものもあるし、トータルで見ればやっぱり待って押し目の買い相場だったということが、まあ如実に数字に表れてるなというふうに思いました。まあ、今日についてもあまり無理して上は買いたくないですし、CPI 待ちの相場になるので、そういった意味では、あまり日中にバタバタやる人たちもそれほど多くはないかもしれません。ただまあ下がったところは一回買ってみたい、どこで買おうかというのが最初50台での打診買いというのを非常に早い時間帯に考えましたけど、まあ、50台あったもののですね、なかなか打診があれできなかっただろうなというふうに思います。まあ、できれば133円の、基本的には35あたりでやっぱ買いたい、そういうようなイメージで現状は見ております。何かございましたらまた取引の方よろしくお願いしたいと思います。モーニングショットこれで終了です。